旅の続きをしようか。行きますか。ああ。はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。何奴はだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？来るぞ。うわあ！おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわあ。さあ、体で。ラジオ、頼む。よし、俺がダメージが取りやすくなった。攻める方向。分かった。やばっ。なくやらせてもらうわ。パパパパン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 パパンってか。随分ちょ。ねえ電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。分かった。さて次の運転役だが、ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈だよな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだー。やっぱでっかー。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。ねえ休憩しない？ああそうだな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。また来てください。おい、これ見てみろ。どうした？待たせたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子。ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、ええけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーディナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。行くぞ。行こう。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。ああ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの。ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか。うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの境界か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届けてもらえない？ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。準備はできているか？ああ。次のニュースです。ルナフレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知のそうだ、今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレはあ。ガーディナと船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいからリゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ、楽しみだな。休憩しようよ、休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って好みの品を選んでくれ。また来いよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ？そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた、待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか？え、マジで？出ねえよ。それお小遣い。は？おい、あんた何なんだ？見ての通りの一般人。ああねえわ。船が出てないって本当かな？そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていてな。あ？船、明日にはちゃんと出るのかしら。ようこそお越しくださいました。取れたてのお魚はいかがですか？で、何が聞きたいの？悪さしてるのはこいつらね。またいらしてくださいね。やはり運休か。ああ、船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって。向こうの港でオルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に規制されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ？記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。お腹いっぱい。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく敵対はしたくない。雰囲気すっごくいい。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。準備はできているか？あ、うっし、行くか。しかし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。ボートの外と離ればこうなんだろうな。まあんな乗りの方が楽だな。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。綺麗な色してんな。あれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。迫力あったな。旅もここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。準備はできているか。あ、夜だとすげえ綺麗だな。オルティシエだともっと美しいそうだ。へえ。ガーディナにようこそ。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品でごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報。君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨。あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。式の後はオートにお連れするの、ルナ・フレーナ様。すぐじゃねえけど。おお、しかしノクトが結婚か。姉、実際のとこどんな心境？別にな、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。いらっしゃい。海釣りでもしていくかい？またよろしくな。ノクト、これを見てみないか。どうした？釣り釣りずいぶん楽しそうだな。行くか。グラディオ、行くぞ。おいよ。今日はここまでにしたらどうだ。休むか。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。なんだ、また早起きしろって怒られたのか？ああ、早起きできるようにか。ノクト、明日の早朝海岸にトレーニングしに行くぞ。仕方ねえな。それじゃ明日早朝に起床な。しっかり起きろよ。あそこが良さそうだな。こっちだ。どこだよ。ね、トレーニングって何やんだよ。ま、せっかく砂浜があるからな。走る。はあ？そんだけ？ま、走ってみたらそんなことも言ってられねえさ。砂浜ってのは走るのがきついからいいトレーニングになるんだぜ。早朝だしな、体を起こすにはちょうどいいだろう。どうせなら勝負にするか。勝負？お前が負けたら毎朝俺のトレーニングに付き合ってもらう。どうだな。マジかよ、絶対負けられねえし。あそこがゴールだ。それじゃ始めるぜ。よー、スタート。グラディオのやつはえ、そんなんじゃ負けちまうぞ。楽勝だな。なかなかやるじゃねえか。っしゃー、やるじゃねえか。まあ早朝から砂まみれになって帰りゃイグニスも何も言わねえだろ。すげえ特訓しましたって顔しとけよ。なんで早朝にと思ったらそういうことかよ。ま、早朝の景色も意外といいもんだな。それだけでも早起きの良さが分かりゃ十分だ。じゃあ帰るか。今日はよくやったな。ちっけえんだよ、やればできんだ